こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはマジカルホーク。綺麗なスタートを切りました。サンドピット前に行きそうです。マジカルホーク、それに続いています。さらにはボーンウルフ、5番ベストパル、その後ろ後方に控えたのがデビルヒズデュー。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。それでは先頭からサンドピット先手を取りました。そして大きく離れてマジカルホーク、この位置です。白の帽子タバスコキャット、その後ろすぐ後ろにシガー、その外からボーンウルフ、間が空いてウィッシュシークレット、ホットデュール、すぐ後ろその後ろからはゴーフォージン、少し離れてベリーアンデス続いています。その隣にベストパル、大きく離れましたルキャリエール。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ7番サンドピット、2番手はマジカルホーク、タバスコキャット、3番手ライブリマウント。これはかなり後ろからの競馬です。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はサンドピット、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サンドピット先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はシガー、残り 200m、 先頭はシガー、タバスコキャット必死に追いすがります。シガー粘る、タバスコキャット迫る、シガー、シガー1着、2着にはどうやらタバスコキャット、勝ったのはシガー、見事な勝利です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはホットエリザベス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してホットエリザベス花に立ちます。その後ろからはミリオンベッド、この馬も上がっていく構えです。さらにはアフターモンロー、13番アニーデプティ、その後ろ後方に控えたのがヒシアマゾン。もう一度先頭から先手を取ったのはアフターモンロー、オレンジの帽子ホットエリザベス、その後ろアルサイクロン、そのうちに続いています。並んで12番ミリオンベッド、好位置をキープしています。進行ラブリー、その隣にファイトフェザー、もう一度先頭から先手を取ったのはミリオンベッド、その後ろからはホットエリザベス、ピンクの帽子アフターモンロー、その後ろ好位置をキープしています。進行ラブリー、並んで9番ラケットプリテンダー。 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。ミリオンベッド先手を取りました。ホットエリザベス、この馬もこのグループ、その外にアニーデプティ、並んで15番アフターモンロー、内からはアルサイクロン。ここでホットエリザベス先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。ミリオンベッド、ホットエリザベス2番手に控えました。ミリオンベッド先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。2番手はミリオンベッド、ミリオンベッド、さあ果たしてこの足色はどうか。シアマゾンかわす、先頭はシアマゾン、1着でゴールイン。シアマゾン1着、2着は進行ラブリー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。シアマゾン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアンダーダッシュ、ジューン。この馬も好スタートを切りました。トロットサンダー前に行きそうです。ジューン、それに続いています。さらにはアートオブピエール、8番アンダーダッシュ、その後ろドクターサウンド、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先頭はなんとなんとトロットサンダー、場内も大歓声。その外からハートオブピエール、内からはロスリーダー、その外からバーリー、すぐ後ろにグリーンテューン、その外からリンドヘブン、並んで5番アイアンフライヤー、アンダーダッシュすぐ後ろ、その隣にジューン、その横にザドーン。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭に戻りましょう。先頭はなんとトロットサンダー、場内どっと湧いています。すぐ後ろにハートオブピエール、先頭は依然としてトロットサンダー、トロットサンダー後続を引き離す。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。トロットサンダー先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m、 トロットサンダー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はハートオブピエール、完璧です。圧倒的な強さを見せました。トロットサンダー1着、2着はハートオブピエール、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は光ルーファス、残り 200m、 先頭は光ルーファス、残り 100m、 2頭の激しい叩き合い。 MI ブラン、 MI ブラン、 MI ブラン1着、2着にはどうやら光ルーファス、見事に勝ちました。 MI ブラン、河内シュール完敗です。着外に沈みました。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭に立った川内伊達男、川内伊達男先頭、ここから引き離しにかかります。やはり強い川内伊達男、川内伊達男1着、川内伊達男1着、2着にはどうやらバラードタワー、川内伊達男見事1番人気に応えました。